ドキ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 、この心拍数をみんなに伝えたい。本気でドキドキしとる。今ちょっと見えた。おかしいな、あのすり鉢でなんであんなに上に飛び出るんや。お待たせしました。ありがとうございます。いや、すごすぎ。それを運べるのがすごすぎる。丼の器ですね、はい、4.35 で一応届きます。はい、すごい、ぴったり10kg。ありがとうございます。いいですか、抜いちゃって。じゃあ置きます。せーの、はい。いや、こりゃやっぱり。お待たせしました。ありがとうございます。なんか片方はい、じゃあ始めさせてもらいますね。お願いします。ドキドキ、ね、はい、大丈夫です。スタートです。スタートで頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。いただきます。ちょっとあの冷静にいこう。あのそんなに序盤から焦ってもしょうがないし、一旦もやしがやばいな、知ってるよ。よし、ね、でもなんかチューブって感じだね。おいしい。ラーメン自体は結構あっさりめの味噌かも。コクのあるあっさりした感じ。よいしょ。コーン、コーン掘ってもコーンや。はい、お疲れ。うん、うん、ずっとコーンが出てきよう。はい。もやし2キロってやばいかなと思ったけど、意外とそんなにないのかな。ほら、私麺が伸びるのはそんなにあんま気にならないって言われるから、毎回苦戦するコーンから頑張りたい私。よし、背脂の量でこってり具合とか変えれるんだよね。はい、お待たせしました。 B セットの餃子。よかった、これも OK。 はい、お待たせしました。はい、テーブル6番さんお願いします。よかった、めっちゃ麺あるわ。完全に頭脳戦な気がしてきた。私もこれは胡椒かけた。これ普通のラーメン丼だから、うん、美味しい。
や半袖で本当に良かった。どうぞ。よいし、よしよしよし、ラーメン、ニンニク入れろ。ありがとうございます。ジュース飲みしちゃった、厚みでたっぽい気がする。よし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 。でもさ、10キロでスープ残して OK のルールでもさ、今12分でここまで蹴っとうわけがないから、多分もっとすごい重量がおるんや、ここには、うん、お店の方が優しすぎて、しかもなんかお隣にさ、めっちゃ美味しいパン屋さんがあるらしくてさ、そのパンまでいただいちゃったよ、さっき。めっちゃ嬉しい。チャーシューでかくない？すごい。うん、うわ、おいしい。わ、このチャーシューって私、完食できるわ、これ。めっちゃ美味しい。染めたばっかりやからね、髪の毛色落ちしとる。味噌卵さっぱり。なんかラーメンサラダみたいになってる。コーンとモヤシの比率がすごい。なんかね、麺がほとんどなくなった気がする。はぁ、もうこっからが本番やと思った。私はコーンや、見て、このまま、ありがとうございます。たまにちょっと甘い食べ方が見つからんでさ、ちょっと変な食べ方してるかもしらんけど、ここはちょっと10キロっていうものに免じて許してほしい。でも私困らんだよ、浜さんで。メインよりコーンの方がやばい。だからコーンが多い時はコーンを先に食べるべきなんよ。浜さんありがとう。
本のことを黄色い悪魔って言ってる理由がさ、まあ、何個かあるんやけどさ、どんだけ頑張って最初に食べようと思ってもなんか知らんけど下の方にたまっとるんよね、この人たち。怖いよ、本当に。一番大変だからこの人にチャーシューあるよ。食べ進めつつ一旦ここの中身は全部空にしよう。そしたら多分みんなにも分かりやすいよね。よいしょ。あともうちょっとで口空になります。あと5粒ぐらいコーンが残ってる。よし、普通に考えたら多分この量だけでもね、とんでもない量があるんよ。ガンマ怖いよ、怖いってこれ。正直に言うと胃はめちゃくちゃ余裕があるんです。もやしがマジで入ってたん。温バターラーメンと醤油で、はい、すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと15分だよ。17分、7分で行ったら間に合う。頑張ろう。味噌ラーメン一番のお客さん、味噌ラーメン。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いし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 ます。はい、よろ
やばくて、もうなんか飲み込めんかった。コーンがやばい。もうあと1年間コーン見たくない。やばい、本当に。掘っても掘ってもコーンが出てくるの。いやー。あと10分ぐらいあれば行けましたね。いやー、そう、そうです。あと10分ともうちょっと私の顎が強ければ。5キロのチャレンジメニューがあるので、いつかこっちを私はまずやっていきたいと思います。いやー、ちょっと本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。そうね、もうちょっと顎を鍛えて、もうちょっともやしもいっぱい早く食べれるようにして、リベンジしましょう。そしてごめんなさい。マジでやばい。すごくな、 T シャツやからめっちゃわかりやすい。やば。